どうもテニーチャンネルのボブです。今回ですね、シングルバックハンドとダブルバックハンドの、大きな違い、こちらをご紹介していきます。このチャンネルはですね、過去14年間5000人以上指導させていただいた経験と、いくつかライセンスを取得した知識をいいところだけ抜粋して、普段有料でレッスンしてます。これを無料で YouTube で公開いたしますので、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。それでは始めていきます。まずですね、打ったところから、振り終わるところまで、これを片手で行うのか両手で行うのかは、はたから見てもね、大きく違うと思うんですけど、あとは腕を使う時のリーチの長さ、これも違います。別の動画でですね、どれだけ打つ位置が変わるかを説明してますので、そちらを確認していただければ、幸いです。で、片手と両手、共通している部分があります。体を回すっていうところと、ボールを捉えるそのインパクト、打点の位置までを、促していくときには左手くっついてます。これは共通です。今からちょっとお見せしますね。片手はですね、この位置からインパクトするところまで、インパクトする直前で離していきますね。大体3、40センチ先ぐらいでいいです。なんでボールとラケットがもう当たってしまうんじゃないかなっていうところまでを左手で誘導してあげて、ここから先は片手で進めてもらうっていうイメージですね。で、両手はここの左手の位置、これが手元の近くに持ってきて、ここまで、ね、片手と両手と、今見てもらっただけで結構その違いないと思うんですよね。なんでほぼ動き的には共通してます。片手両手で、両手の場合はこのまま左手がくっついたまま進む。片手両手、片手両手、全体見せていきますね。これ片手です。これが両手。いろんな角度から見せます。なんとなく違い見れましたかね。なんで動いてる中で共通してる部分が結構あります。なので全く別物と思わなくて構わないんで、どんどんですね、動画を見ていただいたり、いろいろ試していただいて、また何かあればですね、コメント欄まで、質問、もしくはコメントよろしくお願いいたします。それではまた。